ニコ市立中央小学校は、岩手県二の市堀野にある公立小学校。旧ニコ市立米沢小学校全学区と、同志福岡小学校、堀野学区の児童を学区に置く、新しい小学校として、1987年に完成、開校した。旧米沢小学校の関係で、学校の備品には、現在も、米沢小学校と記入されているものが少なくない。 以前、堀の学区には、堀の小学校があったが、児童が当時少数だったため、同市福岡小学校に一旦統合された。後に、堀の地区には、多くの住民が住むようになったことから、小学校が新設された。その際、同市の中心部にあるということで、中央小学校と命名された。また、道校の付近には、ま淵川が流れており、その土地を埋め立てて、 学校が設置された。その後は、2009年4月1日に二個市立、下留小学校と統合し、現在に至る。計画委員会、JRC 委員会、保健委員会、図書委員会、給食委員会、美会委員会、新聞委員会、放送委員会校庭は、市内の小中学校において、最大の大きさであり、とても広い。また、校庭の奥には、 学校の池があり、児童の生物学習の一環を担っている。同校の学区全域が2個私立福岡中学校の学区となっていることもあり、卒業生はほぼ全員が福岡中学校へと進学する。登校は集団登校である。各地域に登校班が編成されており、学校へ登校する際は集団で移動する。また、そのつながりで子供会があり、 廃品回収や地域の祭り、行事に貢献している。同校の学区内にはスポーツ少年団が多数ある。堀の学区の野球をする児童は堀のボーイズがあり、米沢学区には米沢ファイターズがある。それぞれ同じ小学校に登校しているが、野球になると住んでいる地域で分割しており、互いが切磋琢磨している。また、秋になると市内野球大会が、 石切書商店街の主催により開催されているが、その際は学校対抗となっているため、小学校同士の対抗となる。そのため、通称オールスターと言われている。したがって、同校は、堀のボーイズと米沢ファイターズが一緒になって戦っている。バスケットボールでは、ミニバスケットボールのスポーツ少年団があり、東北大会に幾度も出場している。ソフトボールは、 女子が行っている。最近は部員が減り、あまり活動できない。ありがとうございます。